内閣官房長官の菅でございますサイバーセキュリティ欠陥を迎えるにあたり一言ご挨拶申し上げます近年パソコンやスマートフォンだけでなく家電自動車などさまざまなものがネットワークに接続され始めており若年層から高齢者まで幅広い世代がサイバー空間を日々の活動の場としています その一方で、個人情報の流出、経済的犯罪から重要インフラシステムの破壊に至るまで、サイバー攻撃等によるリスクはますます深刻化しております。このような中で、国民生活や社会経済活動を守っていくためには、政府機関や重要インフラ事業者のみならず、国民の皆さん一人一人が、 サイバーセキュリティの重要性を認識をしサイバー攻撃等に対する防護策を講じていく必要があります。また我が国では2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会が予定されており大会の成功のためにもサイバーセキュリティ対策に万全を期さなければなりません。そこでで政府では国民の皆様に サイバーセキュリティに関する意識や知識の浸透を図るべく2月1日から3月18日までの期間をサイバーセキュリティ月間とし産・官・学・民の連携のもと集中的に普及啓発活動を実施することといたしました。期間中全国各地で関連する行事が 多数開催をされますぜひこれらのイベントにご参加いただきご自身のパソコンやスマートフォンのセキュリティはもちろんのことサイバーセキュリティ全般に関する関心を高めるための一助にしていただければと存じます。政府ととしては今後とも我が国のサイバーセキュリティを確保するため さまざまな施策を積極的に推進してまいります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。